はい、皆さんこんにちは。ホンダフォートのゆいやとすみれです。はい、トークするのはちょっと久しぶりなんですけども、今日はキャンプにやってきました。まあ、いつもキャンプですけどね。はい、はい、今回は雪中キャンププラス、コラボキャンプとなって、はい、他にも4、5組ほど今日一緒にキャンプをやらさせていただこうと思います。まず今日来たキャンプ場は岐阜県にあります奥野田ヒルズキャンプ場に来ました。はい、初めて来ました。初めて来ました。ここの特徴としては1日1組限定になってまして、1組といってもグループキャンプは可能なので、こうやって仲間と集まってキャンプをすることができる場所となります。今日僕ら貸し切りなので楽しんでいきたいと思います。はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。楽しんでいきます。ティーちゃん、ティーちゃん、ティーちゃん、おいでおいで。あ、脱いだんだはい、じゃあちょっとご紹介したいアイテムがありまして、前回の動画でもちょっとだけお見せしたと思うんですけども、これですちょっとなんだろうっていう風になるんですけども、アンドゴーという名前のものでして、では簡単に言うと物を包むことができるアイテムとなってます。僕たちだったらこのカメラを包みます。包み方はすごい簡単です。一回まず包んでみます。はい、こんな感じで包むことができました。はい、これはですね、カメラも包むこともできれば、こういうコード類ですね、コード類を包むこともできます。すごい伸縮性がすごいよね。そう、そうなんです、うん、で、すみちゃんいいとこ行ってくれました。素材がストレッチ素材を使用しているので360度
あの伸ばすことができるので、どんな形でもこんな感じで包むことができます。僕らはカメラ、コード類、あとは、カメラボディ単体とかレンズ単体とかっていう風に包むことができます。この形は円形、はい、超円形、はい、長方形の3つの形がありまして、はい、サイズもありますので、まあ、その包むものによって、使い分けて使用していく形になります。あとは女性の方だったらやっぱり化粧品は必要になってくるので、カバンの中にでもこういう感じでまとめておくと、ここにあるってすぐ分かりやすいのでとても便利かなと思います。こんな感じで包むことができます。で他にもですね、例えば僕らキャンプもするので、キャンプ動画ですもんねキャンプでこれ他の動画でもちょっと紹介したランタン、真鍮製のランタンなんですよ。でこれ結構真鍮なので結構傷がつきやすかったりとかするんですよ、だから僕らはこれはちょっとすごい慎重に車のドリンクホルダーのところに入れて持ってきてるんですけども、やっぱり他の擦り傷とかがつきやすいものでもあるんで、そういうの時にこれを包む、楽々と、そうすれば保護ができるかなと思うんで、これいいよね、いいね。そうやっぱ形を選ばないアイテムなので、こういうのでも入っちゃう、なんかあこれちょっと保護したいなとか、これちょっと持っていく時に他の傷つけちゃうなって言った時に、あれ使おうってなった時に、そう皆さんアンドゴーっていう風に使いやすいかなと思います、色で分けてるっていうところもあるので、まあ、何に何が入ってるのかっていうのがすぐ分かる、ですぐ取り出せる、っていうのはやっぱり便利かなと思って、まあ、この商品の提供が来た時にこれやりたいなっていうふうに思いました。概要欄にリンクを貼ってありますので、興味ある方はそちらを見ていただけたらなと思います。それじゃあキャンプ動画どうぞご覧ください。ご覧ください。中が赤なの。そう、中が赤なんですよ、いい。そうそう、結構かっこいいの。ゆいきはあれ下着とか赤な。まあ持ってはいますけど。でもそれは。でも。いや違う。別にブリーフタイプではないですよ。僕ちょっと黒やからさ。ああ中は赤かもしれない。中見せちゃおうか。はい、新しい寝袋、はい、シュラフを買いました。シュラフを買いました。
ナンガのオリジナルオーロラライト 1000DX。 はい、はい、買っちゃいましたよ。1000買っちゃいました。じゃサイズもそんな大きくなくて、そうそう、今年はその雪山にもちょっと登ってみようかなっていうふうに、ん、さっき山広さん、ジュリさんと話して決まったので、まあそんなね大変じゃない山で、そうですね、うん、雪山のためにもちょっと、うんうん、コンパクトで軽量、まあそこまでだけども、うん、コンパクトで軽量で、うん、あったかい寝袋を買いました。ちょっとまだ入ったことなかったので今入ってみようと思います。はい、もうね今ね足を入れただけでなんだろう、包まれてる感がすごい、なんか布団感がすごい。ああそうなの、ふわふわ、うん、ふわふわ、いいね。ちょっと寝転んでみます。はい、ぜひ。よいしょ。なるほど。どう、いいね。いい、ちょっと今までのシュラフと全然違うわ。どんな感じ。なんかまあ私さ前使ってたのが650だったから、はいはいはい、もう厚さが全然違うし、うん、なんかもうほらこの首のあたりとかすごい今あったかく感じた。なるほどね、作りがやっぱりナンガは素晴らしいですね。しかも永久保証ですからね。永久保証ね、ナンガさんは。そう、あここもなんかシュッとできるんじゃない。あ、できそうだね、首のところね、うん、まだいろいろ他にもちっちゃな機能いっぱいありそうだね。ありそうだね。ちょっと今日の夜が楽しみですね。よいしょ。お、いい、いいね。みんなでみんなでっていうのがすごい、やっぱ大きいわ。すごいのが今の足に使える。あ、そうなんですね。そうそう、じゃあ上だけってことか。そうそう、だから上だけから安くお渡しできるっていう、まあ、値段は決まってないんだけど。あ、そうなんですね。そうそう、これからでも売り出す感じですね。もちろん売り出しますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。エン、はい、キャンプファイヤー、よろしくお願いします。お、広告代理人みんなの集まりのキャンプファイヤー的なやつ。のぶくんでもソロでこれやったらいいよね。でもあの中入れるんじゃないこれ。どんだけちっちゃいですか。これ来たらもうテント出しに寝ますわ外で。雪の中絶対あったかい。カットカット。すごいのは手ぶれせえへん。動画全然手ぶれせえへん。もっとって。そう、いやいや、そんなことない。手ぶれしてるのは使ってないだけです。使ってない。うん、いなんかいつも手ぶれしないなと思って。あ、いやそんなことないよね。しない方だと思う。うん、ああ、なんかね。映像さ自分の振り返って言うじゃん。なんかこれなんか全然ブレてない。なんや、自慢してるやん。分かってるやん。ちょっと気づいてるやん。いやいや、今僕気づいたのが、あ、僕他の人とは違うんだなって。天才肌なんかなって思いました。あ、なるほどね、そういうことなんだ。登山する人しかちょっと分からないですけど、水晶だけに行こうとしてるの。お客様が綺麗綺麗な写真が撮ればいいっていう感じだと思います。正解正解はい、じゃあいただきます。いただきます。今日のご飯は、はい、インスタの
居酒屋ゆうすけさんのメニューで、はいはい、豚骨餃子鍋。美味しそう。めっちゃ美味しそう。ありがとうございます。参考にさせていただきました。参考にさせてもらいました。うまっ。うん。美味しいね。うん。今日のキャンプは、まあ、コラボキャンプということで、うん、僕らと山広さんとジュリさんとテテキャンの2人でサプライズゲストで、はいはい、のぶくん、そうのぶくんが来てくれました。すごい、まあ、生のぶを見させていただいて、すごくいい子、めっちゃ面白いしね、うん、すごくいい人です、ね、AG キャンプさん、はい、概要欄に、皆さんの、YouTube 貼り付けておきますので、よかったら見ていただけたらと思います。はい。